すごくいろいろなんていうかな、なかったら、もしなかったらものすごいつまらないかもしれないです、アカシアの類がなかったら、ね、はい、一人でじゃあ笛にしようかな、まだ出てない、ちょっと前に出てきていただいて、それで、パーカッションも何人かチョイスしようかな。 A 型の人、じゃあ出てきてもらって、うちの A 型に意味はないんですが2、3人欲しかっただけで、で、あ、もうちょっと前に出てきてください。はい、それで、決してリズムを演奏しない、リズムを鳴らさない、リズムの壊れた世界みたいなのを表現してみてください。でもリズムがあって吹いてもいいし、なくてもいいんです。メロディーの背景、はい、これなんかは僕はもうすごい気持ちよかったですけどね、目つむって聞いてましたよ。こんな考え方があって、永久持続音という言い方をするんですけど、ずっと鳴ってる音っていう考え方があって、それはどんな楽器でも多分できるんですね。っていうような叩く系の楽器でもスーッとこすってる、それによってずっと下地がずっと出来上がるんで、例えばその亀みたいな、何ですか、カエルですね、失礼しましたそう、そのランダムな凹凸なんてのは擦ってると、いろんな高さの音が鳴り、いろんな強さの音が鳴りで、一個音が鳴るとその音の成分の中には別の音も含まれていて、さらに別の音も含まれていてっていう、倍音っていうんですけど、いろんな音が含まれてるんですよ。それをずっとそのランダムなやつをこすってると、いろんな倍音にこう包まれていくんで、いろんなものをこう包括してくれる感じになる。だ、そんな中、よりインプロバイザーは、音楽のインプロバイザーですけど、自由になれるじゃないですか。ということもあるんで、ずっとこう持続するっていうのは、すごい強みだったりする。それがなくなった瞬間、あって、なくなった時にすごいエネルギーを発するというか、なので、よくやる方法なんですけど、何の脈絡もなく、とにかくずっとブレないでずっと鳴らし続けるんです。相手が何をしてようが、で、ここぞ、出てきた。今、それでシーンがパッと変わったりする。で、そんな音楽の即興演奏のやり口が、あります。ちょっとペア、組を変えて同じことやってみましょうか。じゃあ2人出てきてもらうかな、ゆうきさんとカリッタさん、2人
2人出てきてもらって、 B 型の人、俺だけ、あっちがいる。じゃあ B でいいですか、血液型わからない、あ、じゃあ B です。B こういう人 B やと思う。はい、でもね、一人やからな。AB 型の人、なんかやっぱり変わった。 AB 型、どうぞ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 、来てください。じゃあ二人でリズムは刻まずに、永久持続音、とにかくずっと鳴り続ける感じ、そうそうそう、もう自分が思う永久持続音でいいんで、しかもあーってやってたら途切れてるやんと思うかもしれないけど、響いてるのでずっと鳴ってます、はい、でこっちの2人は、アイコンタクトもなしに、まあ、思い思いにやってもらってもいいんですけど、せっかくなんでさっきの話ですね、アンサンブルするもよし、それから相手をずっと追っかけるもよし、追っかけ合いっこもよし、それから相手を無視し続けるというかね、全然ブレないのもよし、相手の逆ばっかり行くもよし、で常にその一つの方法に行くんじゃなくて、それをいっぱい織り交ぜるというか、もう思った方向に、で本当はそんな作為的にたくさんやるんじゃなくて、感じたようにやればいいんですよ。だから聞こえてきた音を演奏するっていうのが一番正しいので、という意味で普通に即興演奏してみましょう。はい、じゃあ行ってみましょう。3、2、1スタート。もう今のリコーダーの2人はふんだんに今の要素がね感じられましたよね。っていう風に聞きどころも分かってくると
より入り込めるんじゃないでしょうかね。じゃあペアを変えますね。大型の方パーカッション、はい、こんなに多い。はい、じゃあ前に出てきてください。はい、笛系の方後でお呼びしますね。この5人でやってみたいと思います。はい、パーカッションですから本来リズムを刻むと。で、去年とか一昨年とかはなんかこうポリリズムって言ってね、一人が4拍子一人が3拍子みたいなことをやりました。で、今日はですね、これまあ皆さんもよく聞いておくと面白いかなと思うんですけど、今日は例えばですよ、すごく遅い、あ、これアプリとか使おうかな、 iPhone、 あ、 iPhone ないわ今。すごく遅いテンポを分割していこうと思います。はい、つまりちょっと待ってくださいね、メトロノームがね、僕のスーツケースにあるんですよ。それか、あ、最高で、アクセントなしで鳴らせます。今からダウンロード僕はあそこに、外すけど一応データはあるけど、今日だから YouTube にも順番に利用したのかな。今クローズかな。なんで？はい、聞こえますよね、これね。はい、これ結構遅いテンポになってるんですけど、まずはこれをこれと同時に、一番難しいんですけど、同時にっていうのは、で、一人でやってみましょう、一人だけ。皆さんも心の中でやってみてくださいね。じゃあ次のマスミキさん、これを二分割してみてください。早すぎる。日本語バージョン。
ですね、出てきましたね。さあ次難しいですよね、三分割ですもんね。タナさん行ってみましょうか。また遅いよ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 。実はね、次が難しいんですよ。この3を聞いてる状態からの4。見てみましょうか。いいですね、捉えましたね、完全にね。はい、じゃあ次行きましょう。次説明不要。5分割です。分割をするので、1, 2, 3, 4, 5, 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 1, 2, 3,
じゃあ、いけ、まあ、みんな手拍子もいけるから、いけてるっていう人、5分割ですね。すごいすごい。やりながら聞いててくださいね。こうやってタイムシフトしていく。例えば即興演奏中に
なんかこうリズムが生まれてる時にみんなでずっと同じリズムやってて、まあ私飽きた、僕飽きたっていう人絶対いると思うんですよね。そんな時に全然違うことをやるのもいいんだけど、何か関連性のあることをやろうとしたら、こうやってタイムシフトしていく。みんなが例えば6で行っている時に自分だけ4で行くとかね。はい、じゃあ次7。Hot!